河合さん登ってます。これが乾電池一つで動いてるロボットって誰が信じれるんかな。やっぱりもう顔が限界、顔が限界、顔がやばい。恋恋恋になってる、恋になってる、恋です、恋になってる、恋になってる。おはようございます、お疲れ様です、お疲れ様。あ、気持ちくれじゃないですか。帰った帰った、まず座る。大丈夫か帰った、次やったものは何ですか。次やったものは。ララ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 ラ、ルル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 ル。これが乾電池1本で動いてるってすごいよな。パナソニックの乾電池ってすごいよな。よし OK、 お疲れ様です、お疲れ様です。光さん、好きな食べ物何でしたっけ。光さん、好きな食べ物何でしたっけ。你歇一会儿当然行啊。ただいま8合目。これより僕と河合さんは下ります。登山断念します。河合さん高山病です。河合さん8合目さ、河合さん好きな食べ物何でしたっけ。じゃあ下るわ。張り詰めた海の震えるつるの。素晴らしいですね。大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。降りますよ、もう。次の食べ物何でしたっけ。好きな食べ物なんでしたっけ。肉。カイさん、好きな食べ物なんでしたっけ。好きな食べ物なんでした。肉。肉。嫌いな食べ物なんでしたっけ。漬物。今日どうでした。疲れました。一時期どうなることを思いましたね。もう死ぬな思いました。確実に死ぬな思いました。もう二度と来ないでしょ、星さん。いやでもお母さんに手紙を送るって言ってたんですよ。あ、症状でね。でも可愛い女の子一緒に行こうやったらどうします。パス。パス、あ、よっぽど気遣ったやん。いや、あれ誰が見てもきつそうでしたから。あんな可愛いさん初めて見ました。もう死ぬか思いました。帰りもね、今でもまた猛烈に死んでる。死んでるですね、うん、もう帰り爆睡ですね。爆睡か、寝かさないですよ。そんな甘くないですよ、母ちゃん。運転は死ぬの、ヘビロ。どうですか、脱ぎますか。ちょっと熱いですか。窓開けた方がいいですか。好きな食べ物何でしたっけ。肉でしたよね。え、今からうなぎでいいんですか。牛カルビです。これ死ぬ寸前の人の顔やろ、これどう考えても。気持ち悪いんですか。河合さん、桑田真澄に似てますよね。大丈夫ですか。喉かいたとかないですか。水出しましょうか。皆さん、ごちそうさまでした、うん、ごちそうさまでした、うん、どうもどうも。
美味しかったですよね、うん、美味しかった。星いくつですか、うん、4つ4つ、うん、1個足りないんです1個足りないんじゃないですか、うん、何ですかそれは。4つ時間がかかりすぎる。なるほど、可愛いを待たしすぎたわけですね。そうそうそう、そんなに待てないですよね。そう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 、ね、そうそうそう、もう待ったなしであるですからね、うん、ちょ言ってたらよかったですよね、ガツンと、うん、で、河合さん好きな食べ物なんでした、うん、好きな食べ物なんでしたっけ。好きな食べ物何やったかな。肉、肉やな。嫌いな食べ物なんでしたっけ、うん、てか顔色良くなりましたね。え、顔色良くなりましたね。好きな女のタイプはどんなんでしたっけ。巨乳、はい、やってけ。巨乳ちゃうんですか。じゃあもうあれ聞いちゃいますよ。カモさん聞いちゃっていいですか。聞いちゃってください。もうオナニーとかします。カモさん答えてくれないですよこれ。どうなんですか、どうなんですか。オナニーとかします。うんこしますよね。うんこするんですか。勘弁してくださいよもう。うんこしちゃダメでしょとりあえず。あー、しょうがない、生理現象。え、結構するんですか。いいよ。黒いんでしょ。色とかどんなんですか。なんで止まるんですか、向こうの色で。パッと答えてくださいよ。茶色、茶色、茶色。マジっすか、やばいっすねそれ。いや、お母さん、うん、今うんこしたんでしょ。いや、うんこした言ってたじゃないですか。いや、5分前にうんこしたんですよね。いや、どんなうんこだったんですか。いや、普通。いや、その、お、容器少ない、ちょっとでしょ。普通が分からへん。黒い、普通だね。固めやらかめ、固めぽいぽい、めっちゃぽいぽい。それ色は知らん。え、知らんことないでしょ。知らんことないでしょ。知らんわ。あかんな、これは酔うな、これ。こっち見てください、こっち。ペコちゃんして。ペコちゃんやって、ペコちゃん。ペコちゃん。それペコちゃんちゃいますやん、それ。ペコちゃん、こうか。それただ嫌らしいおっさんじゃないですか、それ。ペロって出すんですよ、ペロって。え、そう。そう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 。もう一回最初なんということで。はい、ということで富士登山どうでしたか、最後まで登れませんでしたが、もう一回行きますか。リベンジしませんか。絶対。